はい、ここにいます。はい、どうもマグマグマグロンと申します。収穫はもうちょっと待ってね。はい、というわけで今回は秋、新しい場所に行こうかなと思うので、次はこの荒湯滝、ここに行きたいと思います。ちょっと最近ずっといつもここに行かせてるけれど、今度は誰に行かせようかな。田植えもん行ってこい。それでは、こんな危険なところは田植えもんが行け。で、あとなんか必要なもの素材あったような気がするんだけど、何だったっけかな、 何必要だったっけかな。なんかどっかにねえかな。ああそうだ、ああまあでも茜ってのはここにはないのか。まあじゃあ飯だな、飯。特に塩が欲しいから。塩ってどこだっけ、ここにあるね。いやこれはもう食い物だから見るべき、行ってきてもらって、塩と油を頼むよ。よし、じゃあ今回新しい場所行きたいと思います。荒湯滝ゴー。待て、踏破する大火または水の宿り効果で探索を行う。敵を討伐する属性、打撃属性。多分大火はもう持ってんじゃないか。はいはい、いきなり、はいいきなり、大火または水の宿り効果でなんちゃら達成。はい、もういきなりですね。うわ、なんだこれ。これは落ちたらダメなやつ、大丈夫だ。あ、これもダメージ食らうんだ、ダメージ食らうんだ。落ちたらダメってわけじゃないけども、この間の毒と同じかな、効果的に。なんもねえのか。体力の粉。あ、足蜘蛛毒がいるのか。ゾンビ足蜘蛛がいる。登れるんかーい。登れないんかと思ったのに。こちら何も持ってないんだよな。倒してもあんまりな、避けるな。そう、何も持ってないのがね、ちょっとやだよね。もう戦ってもなんか意味ないからな。もう先行くぞ。行かしてくれんのか。めんどくさいな、倒すか。これでいいか、これで良いのか。進めるようになったぞ。お、茜がね、確か欲しいんだよね。ちょうどいいね。はい、上がってこい。ちょっと追撃を入れないと勝てないんだよね。はい、登ってこい。ありがとう。見て、めんどくさいの。まだいるの？これめんどくさいの。いらっしゃい。早くいらっしゃい。夜になっちゃうから早く。当たらんのかーい。無視してもいい。刺して何も持ってないんだからさ、無視してもいいよね。ダメか。これ下には何が、なんかあったー。いやいやいや、これめんどくせえなー。あれ何も持ってねえんだよな。黒曜石と鉄鉱石、いやいまいちやの。ダメージが減る、ダメージが減る。
いちいち装備を変えなきゃいけないのはめんどくさいが、地形から受けるダメージ減少ってあるじゃん。あ、でもダメージが多いのか。やめよう。待ってちょっと待って、先行かせろ、先行かせろ。しかもこれ、今日回復しねえんだな。あ、これ死んじゃうな、これちょっと体力回復しないんだね、今日ね。武者宝見て体力の白変、こっち行ける？行けた。ああ、なんか終わった。一応踏破はしたみたいですね。なんとか2つ開きましたが、敵を討伐する30匹属性打がなかったのね。ちょっとね、体力回復しなかったんだね今回ね。まあこれでやめとこうこれは何？採取？赤い出の人。あ、そうだね、これ。これは多分ただの、そういうやつでしょ。これがステージだよね。踏破するって書いてあるからね。じゃ、ちょっと今回ここ行ってみようか。ついでに、ここも行ってみよう。多分採取だけで終わるでしょ。あ、この音楽ならそうだね。特殊な献立を入手。料理書。何をもらえた？雑煮。野菜、餅、だし、醤油、酒。いやー、量結構いろんなもの使うな。せんべいはね、なんかね、そういえば開いた。餅、醤油、酒、検品、麦、ごま、砂糖。なかなかいろんなものが出てくるんだけれどもさ、よくわかんないね。あかね、これあかねが欲しいんだよね。じゃあまたなんかこれ買えるか。もらえるものはもらっておこうじゃないか。効果あるのかな今。毎回やってるけど。黒曜石それだけか。よし、じゃあこれもちょっと調べていきますか。何もらえんの。爪とか茜とかそこら辺。飛躍の元まで入ってる。あ、でも飛躍の元を入手する。あ、なんか一発でうまくいったみたいです。あとは茜があともう一個手に入ったらここも 100% になりそうだね。で、次は打属性で敵を30匹倒すはやろう。 OK、 じゃあもう帰るよ。1目がさ、あ、茜が揃ったからね。わかった。これは作る。できるまで今度は何？1目がさ、人気が20上昇、運気も上がりそう。尊き女性が好んで用いる傘にございます。これなんだろう、腐った食材。あら、そう、それはさっき多分20以上あったんじゃねえでしょうか。もったいねえすな。あ、でもなんかいろいろ終わってるのはあるね。終わってんのあんのかな、ここに。よかったー。意外とないもんだな。気にしてきらいんね。じゃあ次はどこ行きましょうか。ああ、まあどこ行くかは決まってるんだけれど、まあ使うかどうか分かんないけど全部金太が行ってこい。行ってくる。ふてくされてんな金太今ふてくされてたな。
カイマル来てきゃなんだかんだカイマルを結構残酷に使ってるよね俺ねはい、じゃあ次、どこだっけ、これを言ってたんだよね。で、敵を討伐する属性、打撃属性か、どれどれ、打撃属性ね、これか、統一すればいいって書いてあるから、じゃあ統一するか。食べた献立数、これ何、高波返しで敵を撃破、なるほど、じゃあちょっとあえて使いますか、これね、高波返し、あれ出なかった。で今ちゃんと打属性になってるよね。ただここのさ、こいつ倒すのは時間かかってしょうがないからさ、あんまり戦いたくないよね。やっぱカイマルを連れてったらなんか起きた、取ってなかった。はい、というわけでなんか出てきましたね。あーかわいい、うん、カモじゃな、どう見てもカモじゃ。お主は何とでもすぐに打ち解けられるんじゃの。何か芸でも仕込めるものか。よし、一列に並んでみせよ。並ぶんかーい。お、こやつら虫や草を食うておるぞ。これは買えば夏場は楽ができるかもしれんの。夏終わっちった、やるではないか。買い丸よ、うん、しかし買うとなればこやつらのための小屋がなくてはの。どことで素材を調達してくるか。鳥小屋、すげえ、獣の糞を手に入れる。え、ないのそんなに。なんということ、ないもんな。頬が熟してきたな、刈り取ってみるか。よし、じゃちょっと経験値が欲しいから仮面かぶるから。仮面だっけ、これだっけ、これだね。ミノロコの欧米を垂れる。よし、じゃここはカットしていきたいと思います。なんかね、覚えたら使うと思います。じゃあアイガモ農法は来年かな、もうだって刈り取っちゃうんだしね。なんか覚えた、覚えた時には終わった。人雷の鎌使い、わしのものじゃ。これですね、戻った。塩ちょっと少ねえな、こんなところアップにされても。次は畑掛けじゃ。よし、しっかり乾けよ。ああ、もうすっかり夜になっちゃったね。刹那のハサガケ、
足が速くなった。あと10匹、秋の3、これでちょっといけるでしょう。さっき20匹倒したんだね。じゃあこれで終わり。もう一回ちゃんと打属性になってる、なってるね。今秋だっつったっけ。が開墾された。もう40もあるんだ俺。来ないのかーい。今来るのかー。はい、というわけで、じゃあもうこれはもうここで終わりでいいよね。ドーン。というわけでこれで、ここも探索度 100% に達成しました。ということでおしまい。アカネを入手する。もう一個ぐらいできたかな。はい、完成。ここも終わりました。ここはちょっと採取しないで出ちゃいましょう。じゃあこれでここも 100%、 100%、 100%、 こっちは 100%。 あ、じゃあもうここら辺はもう全部 100% なんだね。で、多分ね、あとね、夜やんなきゃいけないやつとかが多分残ってると思うんで、それはちょっと今やっとくかな。まあ、まだ夜じゃないんだけどもね。多分これがまだなんだよね。あと15匹か、長えな。でももうあれじゃない、多分 100% だよね、もうあと全部。そう、ちょっとね、夜間ってのはね、なかなか時間かかるよね。もし、じゃあまた夜倒すっていうのを後でやっておきたいと思います。じゃあ一旦カット。はい、達成。ちょっと今ギリ体力危なかった。よし、クリアー。ということでこれで探索度 100% OK。 じゃあ帰る。よし、今回ね、短かったらなんかの動画が出されてるかもね。あ、狙ったの取ってきてくれなかった。すがなんかが欲しかったんだけど、あー、狙ったの取ってくれなかった。次回はちょっと素材集めもいいかもね。よし、じゃあ今回はここら辺で終わりたいと思うんですが、夕景最近何も会話がないんですよね。だから夕景で多分動画を撮る必要があんまりないかなーって思っちょりますけれども、何も植わってない時ってどうしたらいいんだろうね。これ全部入れる意味はないか。これもう完全に適当なんですよね。よし、まだしばらく乾いてなさい。じゃあ一応夕げも見てみる。何もないとは思うけどね。何か食べるますか。ここら辺の丼系も増えてきたね。赤飯だって。お赤飯でも炊いちゃう。何やらおめでたい気分になりますな。あれ、意外と真ん中の食べるものがあんまりない。
酒も結構あるんだけどね。昆布茶でも飲んじゃう。いただきます。ほら、何にも最近ないんですよね。上手できる。嬉しい。なんか嬉しい言うてる、言うとりますけどよし、じゃあ何もなさそうなんでここで終わりにしちゃおうかな。何か作るですか？ちょっとね、お酒とかはね、いっぱい、なんだこれ、豆焼酎まであるんだ。一個作っとこう。やっぱり一番必要なのは砂糖だな。砂糖はちょっと買ったら使っとこう。使っと。はい、というわけで何も起きませんでしたね。よし、じゃあ次回火山最後の方に行くのかな。まだ終わりじゃないのかな。まただいたい季節、一季節ごとに一つの、ステージを回っている、そういう感じになってますよね。そして探索度 100% はね、先にどんどん達成していきたいなと思うので、また冬の間3日間かけて、次のステージ行きたいと思います。どうなんでしょうかね。まだでもこれ、序盤なのかな。まだ俺何年目ぐらいなんだろう。ね、まだ全然最初なのかな、これで。でも結構ボリュームあるゲームかもしれない。というわけでここで一旦終わりたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。さあ、肥料肥料